はい、こんにちは。今日は風が強くて寒いですね。ちょうど今もう夕方4時過ぎてですね、もう凄まじく風が冷たくなってるんですけども、この今日は土曜日なんですけども、この日にですね、古民家にやってきた男性の方が一人、こんにちは、こんにちは、Y さんですね、はい、今日どちらから？今日は神奈川の川崎から。神奈川の川崎から、はい、遠いところありがとうございます。農業がやりたいっていうことで、僕のブログに書き込んでくれてですね、今日来たんですけども、農業やりたいんですか？そうですね、農業でやっていきたいと思ってます。はい、もう宮崎の方で2年間研修したん？そうですね、宮崎で2年間研修して地元に戻ってきました。なるほどね、はい、神奈川で農業やりたいわけですね。できればですね。で、有機農業やりたいわけでしょ？そうです。そっか、皆さん聞きましたが、有機農業やりたいっていう、こういう人がいるんですね、筋金入りの人が。ですか。やっぱり将来はどうしても有機農家になりたい？将来はそうですね。時間はかかるかもしれないけどですね。偉いね。そっか。でもあれですよね、本当にこういう人に対して公的な資金だとかなんとかかんとかってなかなかないですよね。残念なことだと思います。じゃあこれから頑張っていきましょう。はい、ということで、今日もこの夕日が落ちるところまでちょっと深く話し込んだんですけどもね、そんな百姓農園の一日でした。それではまた。